こんにちは、塾山です。今日は1ヶ月半で偏差値50から早稲田に受かった女の子の話をしたいと思います。この子は試験の1ヶ月半前、早稲田がね、だいたい2月の下旬とか中盤にあるんで、1月の、まあ、初めからね、急遽指導してほしいと駆け込んでくれた女の子です。今日この子の話をすることによってね、今まだまだ成績上がらずに不安だなと思っている人たち、ぜひね、勇気を持って行動して勉強してね、成果をつかんでほしいと。そのパッションをね、今日与えたいなと思ってこの動画を撮っています。でまたね、この動画はここまでね、自分なりにしっかり勉強してきた人にとってね、有効な方法になるかなと思います。直前になって勉強開始したという人であればね、この動画はあまり参考にならないです。曲がりなりにもこれまで一生懸命頑張ってきたけども、なかなか成績が上がらないとか成果がつかめないとか、そういう人にとってね、こういうことをやっていけば最後伸びていくよっていうメッセージもね、込めていきたいなというふうに思ってます。僕と彼女の出会いっていうのはちょっと特殊で、僕がね、当時ね、出版のコンサルティングを受けてたんですね。まあ出版をしたいと思って、それまでの何冊か本は出してたんだけども、ベストセラーを出したいなと思って、でその時に師匠のね、土井英二さんという出版プロデューサーの方と出会い、でそこでその女の子のお父さんとね、出会いました。でお父さんもまあ出版したいということで、その土井先生の指導を受けておられたんですけども、その中で、まあ、僕が偏差値ね、29から早稲田に合格して、そして同じような境遇の生徒を指導しているということを知ってくれて、じゃあうちの娘も今早稲田目指しとるから、ぜひね、一回指導してほしいというオファーを受けました。で当時ね、模試で偏差値が50超えてるか超えてないかっていう状態だったんですね。愛さんとね、仮称で見ましょう。愛さんなりに勉強してずっとね、努力してきたけども、いい判定、偏差値が50ちょっと超えるぐらい、こういう状況だったんですね。もう何をしたらいいかわからない。あとね、残り1ヶ月半ぐらいで早稲田の小学部の試験がある、そういう状況だったので、じゃあまずは僕は一旦ね、あなたの今の基礎学力をね、しっかりね、診断しますということで、これね、ご希望の方は概要欄の LINE からね、言っていただいたら、基礎学力チェックテストとか全然送って自己採点できるから自分チェックできるんですけど、まあそれ受けていただいたら、英語の文法とそして現代文の読解に基礎的なね、ところ抜けがあったんです。で数学も解法はいいけども計算力に穴があった。この3つが彼女の弱点だったわけです。だけど彼女が取り組んでる参考書っていうのは、まあみんながよく買うようなベストセラーのね、問題集参考書ばかりで、書店に行ってそれを選んで買ってたと。だからそれらの参考書っていうのは、その基礎の抜けてる部分、ここで言う基礎っていうのは基本的には中学レベルですけど、中学レベルの参考書なんか買ったことがないと。でそれを僕は最初提示したんですね。そしたら、まあ、すごい反発を食らいました。残り1ヶ月半なのに中学レベルをやらせるとか正気ですかと。正気です。受験勉強っていうのは家作りと一緒なの。基礎がしっかりできて、その上に家が建つわけで、その基礎が揺らいでたらどうなるか、家建てた瞬間に沈んでったり倒れたりするよねと。今それがあなたの今の状況だよと。でも間に合いますかねと、不安だよねと。でも間に合うんだよ。いや、間に合わせるんだ。みたいなね。そう、精神論をちょっと話していったんですね。で、もちろん、彼女なりに勉強してきたから、基礎の部分も完璧に抜けてるわけじゃなくて、本当に少しだけ抜けてるっていう状況だったわけだから、そこを埋めるのは、変な話、1日2日本気でやれば埋まるわけ。だからそれをやらせた。そして、そこでまず基礎をしっかり固めて、まあ、意外と早く終わりましたねと。自信をつけた彼女が、次に取り組んだことは、もう僕は早稲田の過去問をやらせてみたんです。そしたら、まあもちろん点数は全く取れなかった。だけども、解説を見たら、英語の長文、そして数学に関しては、7、8割は理解できるという状況だったので、僕は英語と数学は過去問を徹底的に話せました。で現代文に関しては、もう入試現代文のアクセス基本編をしっかりねやらせて、現代文はちょっとある意味もう抑え科目、まあ、捨て科目といったら言い過ぎだけどにして、そして古文、これに相当時間を費やせました。で結果的に彼女は早稲田の小学に合格できました。その彼女の経験から伝えていきたいポイントがね、今回3つあります。これを最後にねまとめたいと思います。1つ目は現実を直視したということ。今自分に足りない部分があれば、それを明確に把握してそこを速攻で直していく。今の時期から中学レベルなんか終わらないと、諦めるんじゃなくて終わらせるんだと。で実際に今まであなたが一生懸命ね、自分なり勉強しているのであれば、基礎はそんなに時間かからずに埋めることができる。で2つ目のポイント、過去問をただ解くんじゃなくて、解説がどれだけ理解できたかをまず把握したということです。この過去問の解説の把握のパーセンテージが7、8割以上であればね、もう過去問演習を軸に勉強していく方がはるかに伸びていきます。で逆に7、8割もね、理解できない科目に関しては参考書を元にしてね、勉強していくといいと思います。でこの YouTube 以降では志望校別の大学科目ごとにね、対策動画上げてます。それはぜひ見ていただきたい。でそれがもしね、うまく見つからなければ全然聞いていただいて大丈夫です。コメントください。で3つ目のポイント、月並みですけども、諦めないということですね。諦めないためには道筋が必要です。道筋っていうのは、こうしていけばうまくいくんじゃないかっていう未来への道筋です。
これをしっかり掴む。そして一歩一歩歩む。そうしたら日々実感があります。成長してるなっていうね。一日どころか一時間ごとでも実感してほしい。そして諦めないでやり続けること。そうすればあなたの逆転合格最後していきます。彼女のね経験をぜひねあなたも生かして、残りわずかな時間と捉えるんじゃなくて、まだまだ時間がある、頑張るぞ、そういう気力をね持ってほしいなと思います。で、彼女のねより詳しい合格体験記は、僕のね予備校のホームページに載せてるんで、リンクの方を貼っとこうかなと思います。興味ある人はぜひ見てみてください。直筆の合格体験記ですね。じゃあ今日はね以上の話で終わりです。ぜひあなたも本当に行きたい志望校の合格をこの最後の追い込みで勝ち得てほしいと思います。応援してます。